いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2012年モデルポルシェ987ボクスタースポーツクロノパッケージをご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロント周辺に若干の飛び石があり、フロントバンパー右側に小さな下すりがございます。それ以外特に目立つ傷はございません。走行距離約5万5000キロ走っておりますが、非常に綺麗な状態を保っております。外装色はホワイト、インテリアはブラックハーフレザーの組み合わせとなっております。非常に人気の高い後期モデルの987ボクスターでございます。人気オプションのスポーツクロノパッケージをはじめ、オプションが非常に充実しておりますので、快適かつパワフルな走りをお楽しみいただける1台です。ヘッドライトはオプションでキセノンのヘッドライトが採用されておりますので、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。アルミホイールはボクスター S 用18インチのアルミホイールが装備されており、タイヤの山に関しましては前後ともに残り7分山ほどとなっております。リアのテールライトは後期モデルでございますので LED ライトが採用されております。マフラーはセンター1本出しのマフラーが装備されており、ポルシェらしい乾いたサウンドをお楽しみいただけます。エンジンスペックに関しましては 2.9 リッター水平対向6気筒エンジンが搭載され、最高出力は255馬力を誇ります。7速の PDK シフトが組み合わされておりますので、より俊敏な加速を実現しております。またフロントリアともにラゲッジスペースをお使いいただけますので、実用性も兼ね備えた1台です。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはブラックのハーフレザーシートが採用されております。運転席助手席ともに目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。ではエンジン始動していきます。ステアリングはオプションでスポーツデザインステアリングが装備されております。大型のパドルシフトが装備されておりますので、自由自在に変速もお楽しみいただけます。またオプションでクルーズコントロールも備わっておりますので、高速走行時も楽々運転していただけます。スポーツクロノパッケージが搭載されておりますので、センターにはクロックが埋め込まれております。ナビゲーションはクラリオン製 SD のナビゲーションが装備されており、もちろんテレビもご視聴いただけますし、バックギア入れていただきますとオプションでバックカメラも装備されております。2両席ともシートヒーターが装備されておりますので、冬場でも快適なオープンドライブをお楽しみいただけます。エアコンはオートエアコンが備わっており、後期モデルからデザインも変更となり、剥がれべたつきはございません。走行モードに関してはスポーツモード、スポーツプラスモードが装備されております。シフトは7速の PDK シフトが採用されており、デュアルクラッチならではのスムーズな加速が魅力的です。ではホロを閉めていきます。非常に動きもスムーズですので、ストレスなく開閉は行っていただけます。最後にこちらを押し込んでいただいて完了になります。ホロを閉じた状態でもスペースは十分に確保されておりますので、成人男性の方でもドライブを楽しみいただける1台です。また気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂いといたしませんので、ご安心いただければと思います。では今回は2012年モデルポルシェ987ボクスタースポーツクロノパッケージをご紹介させていただきました。走行距離約5万5000キロ走っておりますが、内外装ともに非常に綺麗な状態を保っております。車検も平成30年の10月まで残っておりますので、まだまだ安心してお乗りいただける1台です。弊社でも非常に人気の高い後期型の987ボクスターでございます。 PDK シフトをはじめ数多くの変更点があり、よりポルシェらしいスピーディーな走りをお楽しみいただけます。また人気オプションのスポーツクロノパッケージをはじめ、オプション装備も非常に充実しております。お探しの方はぜひともこの機会にご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。